これより会議を開きます。理事補欠選任の件についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっております。その補欠選任につきましては先例により委員長において指名することにご異議はございませんか。ご異議がないと認めます。それでは理事に長尾隆君を指名いたします。次に国勢調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。厚生労働関係の基本施策に関する事項、社会保障制度、医療公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項、労使関係、労働基準及び雇用失業対策に関する事項、以上の各事項についてその実情を調査し対策を樹立するため小委員会の設置、関係方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により本会期中調査を進めたいと存じます。つきましては衆議院規則第94条により議長の承認を求めたいと存じますが、ご異議はございませんか。ご異議はないと認めます。よってそのように決しました。厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際厚生労働大臣から所信を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。厚生労働委員会の開催にあたり私の所信を申し上げます。厚生労働大臣に就任してから約半年が経過し、厚生労働行政が国民の皆様の生活に密着した大変幅広い分野を担当していることを改めて実感しています。このため国民の皆様の安心した生活を実現できるよう、厚生労働行政の当面する諸課題の解決に向けスピード感を持ち全力で取り組んでいきます。東日本大震災からの復旧と将来を見据えた復興は喫緊の課題です。このため被災者への支援として仮設住宅等の居住環境の改善や健康の確保、心のケアに取り組みます。被災した子どもについては児童福祉の専門家などによる相談や援助を長期間にわたって行っていきます。被災した方々の雇用問題に対応するため、日本は一つ仕事プロジェクトを推進してきました。その結果、被災3県でこれまでにおよそ12万人が就職しました。今後の復興段階では、被災した方々が働くことで収入を得られるよう、復興事業などの求人をハローワークで開拓確保します。また担当者制による個別対応や職業訓練への誘導などきめ細かな就職支援を実施します。さらに被災地での産業振興と雇用支援を一体的に行う取り組みや女性や高齢者の活用などの雇用モデルの創造のための事業を実施し雇用創出を図ります。こうした雇用対策が被災者一人一人に確実に届くよう全力を尽くしていきます。被災地の医療提供体制については当面の医療機能を確保する復旧から中長期的な医療提供体制の再構築を進める復興段階へと重点が移ってきています。これからの医療提供体制のモデルとなる復興を進めていきます。また介護分野についても被災地のニーズを踏まえたサポート拠点の設置などを進めます。東京電力福島第一原子力発電所事故への対応を着実に進めることも重要な課題です。このため食品中の放射性物質への対応として特に子どもに配慮しつつより一層の食品の安全安心を確保するため新たな基準値を今年4月から施行し地方自治体での効果的効率的な検査の実施を支援していきます。被爆線量管理や離職後を含めた長期的な健康管理により東京電力福島第一原子力発電所で作業に従事する方々の健康確保に万全を期します。
合わせて除染作業に従事する方々の健康確保や復旧復興工事に従事する方々の安全確保に万全を期していきます。少子高齢化による人口構成の大きな変化、非正規労働者の増加などによる雇用基盤の変化、家族形態、地域基盤の変化など、日本の社会保障制度を支える社会経済情勢には大きな変化が生じています。また、社会保障に要する費用の多くを将来世代の負担に付け回ししている状況です。こうした状況に対応し、安心で希望と誇りが持てる社会を実現するためには、社会保障の充実と持続可能性の確保を同時に実施しなければなりません。このため、先日閣議決定した社会保障税一体改革大綱では、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という今の社会保障制度から、給付・負担両面で世代間・世代内の公平を確保した全世代対応型の社会保障制度の構築を目指し、子育て・医療・介護・年金などの社会保障の充実を図ります。また社会保障の負担をあらゆる世代で分かち合い、将来世代に負担を先送りしないため、平成27年10月までに段階的に消費税率を 10% まで引き上げることになっています。この改革案を実現するため、私自身が先頭に立ち、分かりやすく丁寧に情報を発信し、国民の皆様のご理解をいただくとともに、順次法案を提出していきます。平成24年度以降の子どものための手当制度については、中学校終了前の子どもを養育している方に対し、3歳未満の子どもと3歳から小学校までの子どものうち、第3子以降の子どもについては月額1万5000円、3歳から小学校までの子どものうち、第1子、第2子と中学生については月額1万円を支給し、年少扶養控除の廃止に伴う手取り額の減少に対応するため、所得制限以上の方に対しては月額5000円を支給することなどを内容とする児童手当法改正法案をこの国会に提出しました。与野党間で協議をしていただき、必要であれば修正もして早期に成立させていただくようお願いします。保育所待機児童の解消に向けては、子ども・子育てビジョンに基づく取り組みを全力で進めるとともに、先進的に取り組む自治体を支援していきます。また、幼保一体化を含めた子ども・子育て支援のための子ども・子育て新システムについても、税制抜本改革とともに、内閣府等と共同でこの国会に関連法案を提出します。さらに、仕事と生活の調和の実現のため、働き方の見直しに引き続き取り組みます。このほか、今年4月の親権に関する制度改正の円滑な施行など、児童虐待防止対策を強化するとともに、家庭的養護の推進など、社会的養護の質・量の拡充に努めます。年金制度を将来にわたって持続可能なものとするため、年金交付国債の発行交付により、平成24年度の基礎年金国庫負担割合を2分の1とするとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消することなどを内容とする法案を提出しています。また、新しい年金制度について議論を進めるほか、年金の最低保障機能の強化や、高所得者の年金額の調整、産休期間中の保険料負担免除、短時間労働者への社会保険の適用拡大、被用者年金の一元化などの現行の年金制度の改善を図るとともに、年金交付国債の償還などに必要な法案をこの国会に提出します。年金記録問題については、紙台帳とコンピュータ記録の付き合わせを進めるとともに、年金ネットの充実などにより、いつでも手軽に年金記録を確認できる取り組みなどを進めていきます。日本の再生のためには、経済成長とともに社会が安定し、将来に対する希望を持てる環境を作ることが重要です。現在の雇用情勢は、震災の影響もあり、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況です。このため、円高等の雇用への影響も注視しながら、厳しい雇用情勢の改善に全力で取り組むとともに、日本再生の基本戦略に基づき、
分厚い中間層の復活を目指し、雇用の創出や質の向上に取り組みます。具体的には、新卒者をはじめとする就職環境が大変厳しい若者について、ジョブサポーターと学校が連携した就職支援を一層強化するなど、新卒者支援をさらに充実させます。また、日本再生の基本戦略に盛り込まれた若者の雇用に関する戦略を今年半ばまでに策定し、将来を担う若者が安定した雇用につけるよう全力を尽くします。雇用保険制度については、平成23年度末までの暫定措置とされている給付日数の拡充措置を2年間延長することなどを内容とする法案を提出しています。高齢者雇用については、雇用と年金を確実に接続させ、無年金・無収入となる高齢者が生じないよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置を内容とする法案をこの国会に提出します。また、有期契約労働者の雇用の安定と公正な待遇を確保するため、有期契約が5年を超えて反復継続する場合に、労働者の申し出により無期契約に転換させる仕組みの導入等を内容とする労働契約法改正案をこの国会に提出します。さらに、パートタイム労働対策について労働政策審議会で議論を進めるとともに、正常分野での人材育成や雇用のセーフティーネットとして職業訓練をはじめとする職業能力開発施策を積極的に推進していきます。このほか、すべての人の自立した生活の実現に向け、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しに総合的に取り組むための生活支援戦略を今年の秋をめどに策定します。介護・福祉政策については、将来にわたって持続可能な介護保険制度を構築し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、今回の介護報酬改定等により地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、介護人材の安定的な確保に向け、介護職員の処遇改善に取り組んでいきます。また、障害者が地域社会で安心して暮らせるよう、障害者基本法の改正を踏まえた理念の創設、障害者の範囲やサービス体系の見直しなど、障害者施策のさらなる充実を図るための法案をこの国会に提出します。医療健康対策については、地域の医師不足問題に着実に対応するとともに、来年度を在宅医療介護安心2012と位置づけ、適切な医療介護サービスの提供により、地域で安心して暮らすことができる体制の構築に取り組んでいきます。また、今回の診療報酬改定では、安心安全で質の高い医療を提供するための財源を確保しました。医療従事者の負担軽減や医療と介護の連携、在宅医療の充実をはじめとする地域医療の再生などに取り組んでいきます。さらに、国民皆保険の基礎として重要な役割を果たしている国民健康保険の安定的運営を確保するため、財政基盤強化策の恒久化、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県による財政調整機能の強化などを内容とする法案を提出しています。高齢者医療制度の見直しについても、関係者の理解を得た上で法案が提出できるよう検討調整を行っていきます。予防接種制度全体の見直しに向けた検討や、難病、肝炎、がん、生活習慣病といったさまざまな疾病を抱える方々への支援策も引き続き進めていきます。このほか、日本初の革新的な医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現するとともに、国際競争力強化による経済成長に貢献することを目指す医療イノベーションの推進に取り組んでいきます。国民の生命や健康を守るため、新型インフルエンザ対策をはじめとする健康危機管理対策に万全を尽くします。医薬品等による健康被害の再発防止や、ドラッグラグ、デバイスラグの解消を図るための取り組みを進めていきます。援護行政については、戦没者の遺骨帰還事業や慰霊事業、戦傷病者・戦没者遺族、
中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施します。このほか派遣労働者の雇用の安定や派遣事業の適正化のための労働者派遣法改正案、メンタルヘルス対策等を内容とする労働安全衛生法改正案、年金の第3号被保険者の不整合記録問題に対応するための主婦年金追納法案は継続審議となっていますので早期の成立をお願いします。以上、厚生労働行政の当面する主な課題について説明させていただきましたが、他にも厚生労働行政には多くの課題が山積しています。池田委員長をはじめ委員の皆様には一層のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いをいたします。次に平成24年度厚生労働省関係予算の概要について説明を聴取いたします。牧厚生労働副大臣。厚生労働副大臣の牧でございます。辻副大臣、津田、藤田両政務官とともに小宮山大臣を支え、池田委員長をはじめ委員の皆様のご理解とご協力を得ながら厚生労働行政の推進に邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。お手元の資料に基づいて平成24年度厚生労働省関係予算案の概要について説明いたします。まず平成24年度厚生労働省所管一般会計の予算規模は総額は26兆6873億円、対前年度2兆2765億円 7.9% の減少となっていますが、このほか基礎年金国庫負担割合2分の1の財源として税制抜本改革により確保される財源を充てて償還される交付国債により2兆4879億円を確保しております。以下主要施策について説明いたします。第1は5ページから10ページにかけての安心して子どもを産み育てることのできる環境の整備であります。すべての子どもの良質な生育環境を保障し、子どもの育ちを社会全体で支援するため、子育てにかかる支援策を充実させるなど総合的な子ども・子育て支援を推進していきます。第2は11ページから17ページにかけての全員参加型社会の実現に向けた雇用・生活安定の確保です。分厚い中間層の復活を目指し、労働市場への参加保障の理念により、できる限り多くの人が働きがいのある人間らしい仕事ができるよう、若者・女性・高齢者・障害者の就労促進を図っていきます。また東日本大震災後の産業構造の変化等を踏まえた公的職業訓練の推進、就職困難者等すべての求職者の就労に向けた重層的なセーフティーネットの構築による積極的な就労・生活支援対策の展開等を行い、全員参加型社会の実現を図っていきます。第3は18ページから29ページにかけての安心で質の高い医療・介護サービスの安定的な提供です。安定的で持続可能な医療保険制度とするため、各医療保険制度にかかる必要な経費の確保等を図っていきます。また在宅医療・介護を支える人材の育成や基盤の整備等とともに、地域住民が住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる地域包括ケアシステムの整備を推進していきます。さらに医師等の確保対策をはじめとした地域医療確保対策、緊急医療・周産期医療の体制整備、災害医療体制の強化、安定的な介護保険制度の運営の確保、地域での介護基盤の整備、革新的な医薬品・医療機器の開発促進等により、安心で質の高い医療・介護サービスを安定的に提供していきます。第4は、30ページから38ページにかけての健康で安全な生活の確保です。行動計画の改定を踏まえた新型インフルエンザ対策の強化等の感染症対策、肝炎治療促進のための環境整備等の肝炎対策、小児がん対策等のがん対策、難病等の各種疾病対策、移植対策、生活習慣病対策を推進していきます。また健康危機管理対策、
食品中の放射性物質対策、輸入食品等の食品の安全対策、食中毒対策、医薬品医療機器再生医療製品の安全対策や迅速な提供等を推進していきます。第5は39ページから40ページにかけての信頼できる年金制度に向けてです。公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティーネットであり、持続可能で安心できる年金制度の構築に向け、基礎年金国庫負担2分の1を維持していきます。また国家プロジェクトである年金記録問題の解決に向けた取り組みを進めてまいります。第6は41ページから46ページにかけての障害者支援の総合的な推進です。障害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するため、良質な障害福祉サービスの確保や地域生活支援事業の着実な実施、精神障害者や発達障害者等への支援施策の推進等を図っていきます。第7は47ページから51ページにかけての安心して働くことのできる環境整備です。分厚い中間層の復活を目指し、就労形態にかかわらず公正に処遇され安心して働くことができるよう、非正規労働者の働き方をめぐるルールの整備や、労働者が生涯を通じて安心安全で健康に働くことができる労働環境の整備を推進し、働きがいのある人間らしい仕事の実現を図っていきます。第8は52ページから54ページにかけての暮らしの安心確保です。自殺うつ病対策を推進するとともに、子どもの貧困連鎖の防止等も含む生活保護受給者の自立支援、強制施設対処者の社会復帰や地域生活への定着の促進等により暮らしの安心を確保していきます。以上のほか、ライフイノベーションの一体的な推進、世界保健機関や国際労働機関等を通じた国際協力の推進、外国人労働問題等への適切な対応、戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等の援護、原爆被爆者対策等の諸施策を推進していきます。以上、主な内容について説明いたしましたが、お手元の資料のうち一般会計予算案の主要経費別内訳及び特別会計予算案の概要につきましては説明を省略させていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上で大臣の所信表明並びに平成24年度厚生労働省関係予算の概要についての説明は終わりました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。